そう、この弱いんすよ。ファイヤー足止め、あーっと、自分たちのパイロンで消えてしまったファイヤーが。フレイヤーズサイド、それ攻めに行くか。おっと、野生抜けだ。え、野生抜けだ。なんと、滑り落ちた。そうですね、狭いとこ入るんですが、やっぱ狭いとこは抜かれますね。さあ、粘る。ニーキャス、粘る。さあ、こちらは、3S、なんだっけ。3S しかわかんねえ。瀬戸内スパークスだね。さあ、1キーマ2パット。こちらプロリーグ組。さあ、やはりプロリーグ組とこともあって、やっぱ強いですね、見た目は。さあ、しかも、第3地から来る。やべ。やばすぎる、これは。じゃあ、これ別パだぞ。別パだぞ。さあ、プレイヤーとサイドだった、突っ込んできたのは。さあ、左にもいて、右もいる。いやー、辛い。金スコで見えてるが、いやー、ちょっとスモークで A マスと切れて当たらない。さあ、金スコないんで見えない。さあ、外逃げる。さあ、色気の準備したいが、ない。やばい。いや、ここから撃ってしまう。ここから撃つバレてしまうぞ。さあ、なんだ、何が起きてんだ、これは。なんだ、これ。タバの浜崎もいる。コンタスコンタス挟まれてる、ガンをされた、無理だ、何が起きてるんだ。さあ、最初から洞窟にいた O2、 これはラスト舞台洞窟、これやりきれれば後ろがなくなる。さあ、ただドローン回されてますね。ちょっと洞窟の先が気になるか。さあ、野生の池だ、ハボッカタボちゃん。さあ、ホライズのキャラクターを見せるか、逃げ切れるか、ちょっと車線が怖い。さあ、TikTok カバーできるか。さあ、邪神テルターさん、ちょっと一人になってしまった。ただ、いいスモークでちょっと車線切る。さあ、カバーが入れない。カバーに入らない。ちょっとカバーに入ってないですね。今の逃げるより、ちょっと撃ってあげた方が良かったと思うんですけども。さあ、これは防戦一方。ちょっとハイドリキル取りたい。さあ、倒しきれない。しかし、これ、ハサミ切るアイビス。X サイズが来てますね。さあ、これバレてない。さあ、X スターズが漁夫できてるよ。さあ、相手はあと1人、あと2人なんで、これは切りたい。まあ、あんまり突っ込みすぎると、自分たち死んじゃうから、これちょっと下がりつつ撃たないといけない。さあ、地図さんも来てるか、これ。これ、待って、3人固まってる、これやばくない？待って、これ、X サイズ突っ込みすぎないか？大丈夫か？さあ、なんとか切れた。あれ、フォーカス合わされて一人落とされてあるから、ちょっと、怖かったね。しずさんも多分こっち見るより、多分後ろって絶対切らなきゃいけなかったじゃん。確定で。多分そっち先潰してから前押すみたいな感じも良かったですね。多分抑えながらだと火力減っちゃうから、今の。後ろ切るときに。3人全員見た方がいいね。どうせ挟まれたら死ぬから。俺理論で言うと。ちょっとまだ決まってないか、どうだろう。さあ、これはヘイト。この風船はヘイトっすね。でこい。ああ、そうそう、スモークたかないとやばくね？出るから。ちょっとスモークはたけてないぞ。さあ、これは前張り付け選択。さあ、あと後ろ切れるかどうかっすね、正直。さあ、後ろ切るよ。そう、後ろ切れるとやばい。さあ、ここで倒してしまう。そうなると TI が上から撃つだけだぞ。さあ、後ろから来た。さあ、TI の、おそらく TI が行に来ると。さあ、TI 取り切った。さあ、ラスト舞台。さあ、ボルテック3人。さあ、ほぼ無傷。さあ、ただ、こぼってしまう。サビが上出てるけど、エリア的には TI の方が若干広いか。やれが撃てる。センチルチャージして撃つか。さあ、チャンスができたら行きたい。あと、ちょっと広く取っときたいっすね。誰か一人前に行っとかないと、これ。エリア狭いぞ。あー、出れない。あ、いいぜ。クマさんが展開してね、これだったらいいですね。うん、そう。一人誰か巻いてとかないと、これ、攻める人いなくなっちゃうから。あと、敵も展開しやすくなって、エリア取られちゃうからね。これいいですね。しかも、ハイドバレてなかったら、横からワンキルワンチャンある。さあ、一旦去る。グレの回収もしている。アーマー的な TI 有利。ウルト状況は、まあ、損があるぐらいか。あら、敵って出てこなきゃいけないからね。さあ、で、ウルト出して。
これだけ動くか。さあ、これでエリアをさらに広く取る。さあ、サミさん突っ込む。おっと。お、これ、キル取れるか。さあ、ボルテックスの一応広い。さあ、ただ、クマさんが耐えるかどうか。さあ、スモークをしっかり逃げていく。さあ、広だったぞ。さあ、体力的に有利なので、一旦覗く。さあ、見えてる見えてる。キースコなんかいらない。スモークバグでよく見てる。さあ、有利有利。さあ、TI 逆転しなきゃいけない。さあ、右往左往してる。ちょっと移動時に撃たれちゃってますね。さあ、スモークの中でちょっと当たらない。そうですね。エイムアシストが切れちゃって、なかなか当たらない。ちょっと、右往左往しすぎて、移動時に食らいすぎちゃったね。さあ、タバの浜崎の、チネル。さあ、新品のアーマー。さあ、2倍。さあ、空爆投げて。うわーっと、さすがです。うえー、さあ、痛いね。さあ、1人割ったんで、2人詰めていく。さあ、ただ空爆当たってしまった。ちょっと止まる。さあ、相手も空爆返してきた。しかし、これ、家中に投げちゃえば当たりそうな気がします。さあ、ウルトで来い。さあ、吸えるか。さあ、頼んでいく。さあ、RE。RE メタです。さあ、ただ1人獲得。タバナハ。さあ、ただ返されてしまう。さあ、さあ、これ2人固まってる。さあ、素晴らしい。まあ、味方がね、今近くいたんで、そのまま撃ち合うと。さあ、スキャンで敵の位置把握してから攻めるか。しかし、ちょっとここ登るの難しいからね。あ、真ん中行けそうっすね。さあ、これで真ん中はちょっと行きやすいと。さあ、ただ、カタリストのアビリティがあるから一旦壊す。さあ、あーっと、ちょっと体すぎたか。さあ、ワンキル取れない。しかし、ドア前入れるんだよ、これチャンス。さあ、ラスト。おーっと、ちょっとバラになってきたか。さあ、ただ、強風で来る。さあ、救急の火力が高い。さあ、瀕死ながらもしっかりと打ち合っていく。さあ、先に倒してしまった。おーっと、うまい。さあ、レイヤーズ、決めれるか。さあ、ただ、コンジトルとか邪魔すぎる。さあ、弾使ったところに突っ込んできて。強風られてしまった。プレイヤーズサイド取っていく。あ、見た、これ攻めていく。なるほど。バスは厳しいと思ったか。さあ、押し込む。さあ、ただここで打ち合いすぎると挟まれてしまうんで、早めに終わらせたいがどうでしょう。さあ、いい、ここは強い、ここは強い。さあ、ウイングまで分からせていく。さあ、3人ちゃんと残ってるんで、漁夫は大丈夫でしょう。ないっすね、ないっすね。さあ、スタイル、家の方から来るのも警戒しつつ、プレイヤーズサイドの車線も気にしなきゃいけない。プレイヤーズサイドとぶつかると、家から出てきてくれると警戒してるかな。さあ、ただソース動かなきゃいけないんで、出るときに撃たれそうっすね。さあ、これも攻めていく。まあ、プレイヤーズサイドさえやってしまえば、有利か、どうだ。おっと、そこでリフト使っていく。さあ、空爆も投げた方がいいか、どうだ。まだ投げない。さあ、出なきゃいけない。そうですね、ちょっと投げなきゃいけないんですが、さあ、これ右は孤立合わせたい。さあ、これはしっかり合わせていく。さあ、目の前の、さあ、コンジトルとバッターが倒していく。さあ、アーマースワップしたい。さあ、ノックランシールド使われてる。さあ、すぐノックラン入って、さあ、出てしまう。あー、ノックラン使いな、戦うと、多分射程的に厳しい。さあ、プレイヤーサイドはこれ、起こせそうですね。向こうで撃ちゃってるんで、これチャンスですね。さあ、3部隊に先にできたので、起こして立て直しさえすれば、漁夫ってやれるぞ。さあ、プゲモン。さあ、時間かけてる。さあ、相手の耐久が。さあ、CS ピーポーが結構耐えてる。いやー、そうなんですよ。さあ、上からと撃たれるだけだ。さあ、二人、まだあるぞ。さあ、しかし、うお、いいエムだ。さあ、ウィングワン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 、プレイヤーサイドウィンと。まあ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 、先に3部隊にできたんだね。これやっぱ有利でしたね。さあ、それ、押さえなきゃいけない。あ、ただ、フェンスがあんまり張られてないか。やばい、これに挟まれるんでね、やばいっすよ。ドア壊されたらこのゲーム終わりなんで、一旦フェンスで。そうっすね、
お、やばい、そうなんだよ、押されるんだよ、射線も通されるし、押されるんだよな。そう、この辺弱いんすよ。ファイヤー足止め、あーっと、なんと自分たちのパイロンで消えてしまった。ファイヤーがやってしもった。やはり天敵は味方にな。そう、この辺弱いんだよね。ドア壊されたら一直線車線通されて行き場失うからな。だからグレイ1個投げて奥側の方なんか足止めしてる間に手前攻めるとかね、めっちゃできるからね。挟まれたりしたらこれ出なきゃいけないんだよね、この家って。ファイヤー座られた今。味方のパイロン消えるよ。グレも消えるよ。なんかね、床に落ちるグレとか、投げ物系は全部消える。仕様になってる。床に落ちなかったら大丈夫だけどね。だからパイロンの範囲内で外側に投げるときは消えないんだけども、パイロンの中ね、範囲内で、まあグレとかを地面に投げつけると消えるっていう仕様だね。パイロンは。さあ、野生の池田くん。取っていく。やっぱハボックっすね、時代は。さあ、そしてオルタネーター。最強 SMG。さあ、これは強いっすね。うわ、一人押していく。さあ、いいキャラゴン。さあ、野生の池田。ゴリ押しでハボック。シールドごと破壊していく。さあ、ハボックタボちゃん、これは強すぎる。さあ、邪神テルダ。さあ、岩のポジションゲット。しかし、右奥になんかいると、切れてるか。さあ、右奥押したい。スモークで、スモークで押します。さあ、どこ行った？さあ、どこ行った？さあ、どこ行った？さあ、道路、中央、縦断。しかし、アイロン。助けて、死ぬ。さあ、プレイアウトサイド、こちらは、硬いスウルトがある間に攻めたか。さあ、アイロン全滅。勉強になります、だろ。そう、味方のグレまで、吸っちゃうよ、パイロンは。さあ、いいグレなんですが、やべ、吸っ取りすぎた、ウィングまで、危ない。さあ、ネオザウルス。あーっと、これ攻められるのか。プレイヤーズサイド、それ攻めに行くか。おっと、野生の池田。え、野生の池田、なんと、滑り落ちた。勘違いしてしまった。やってしまった。野生すぎたか。さあ、これは一人なの分かったか。攻められて、死んでいく。さあ、プレイヤーズサイド、ちゃんとしっかり切っていく。さあ、ここからアンチ入るぞ。さあ、スモーク、車線切るキャラがいないですね。これも戦闘、全振り構成。さあ、とりあえず家まで近づかないとこれかなり苦しいか。さあ、行けるか。さあ、行けた。さあ、一旦これデコイ代わり。さあ、スキャンで敵の位置全部分かった。アンチ一番近いのはプレアサイド。まあ、やり目取られてしまうと、ちょっといろいろ取れちゃうんで取りたいですね。さあ、これと倒し切った方がいいかな。ああ、下張り付く。なるほど。まあ、屋根も結構外れてきた時にいっぱい撃てるから、そこで撃とうかなって感じか。無理に行きたくないか。さあ、テレビッタースルメ。さあ、展開されてしまった。さあ、カタリソルトのど真ん中で耐久できるか。さあ、これは結構ラッキーな形か。どうだ。さあ、しかし、かかり覗いてくる間で。さあ、コンジ取るとこないか。さあ、プゲモンに突っ込まれた。痛い。やめろ、やめろ。さあ、痛すぎるカタリソルビディが。さあ、布アイセブン。取っていく。さあ、ホライゾルトが吸って、アークスターが痛いですー。わーおーと、チーム中のこちら、うな重玄太くんでしたかね、今おそらく。さあ、うな重玄太くんチャンピオン。ちょっと時間ないので攻めないか。これは敵が出てくるときに切る作戦か。さあ、ただ 3S、ちゃんと逃げていく。さあ、当たらない。さあ、おにぎり、にぎり、にぎり。これは攻められたくないので、一旦空爆入れる。さあ、これによって、チーム20は下がるしかない。さあ、3S、これは切る形になれたか？どうで、先に撃てる形になった。これは、チーム20が苦しくなってしまった。おお、当たらない。そんなに突っ込んでくるのか。さあ、突っ込んできた。さあ、しかし、これ別パターンだって結構苦しくなってしまった。
さあ一旦壁耐久うまい。しかし片椅子だけ突っ込んでくださいありますよ。さあホライザー突っ込んできた。さあしかしいい時間稼ぎ素晴らしいですね。いいですね。さあしかしこれなんだ別パの突撃だ。これはいやー誰だこいつら。チーム20かこれ。チーム20か。そもそも突っ込んできたパーティーは違うパーティーかわかんないけどなんか絡まれちまった。さあ全滅させた。さあただ漁夫が来た。さあ丸グレが当たってくれた。さあ R45 の反骨機おっとなんかボルテスも来た。さらに当たっている。なんだこれ込み込みだ。さあピポ姫ちゃんも来ていた。さあぐちゃぐちゃです。さあそれ見て X タイズも漁夫で行く。いや後ろから当たりてうわー R45 あれピポ姫ってやった。さあさらに漁夫なんだこれ。それも来てしまった。さあ一気になんか8部隊ぐらい消えました。さあ EMP 打ってこれは屋根を潰しに行く。さあこれはもう一気に潰したいですね。危ないアクサが。さあ潰したい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 。邪魔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 。回復させたくない。さあこれは突っ込みたいですがちょっとどうしよう。もういけるもう絶対いける。さあ点3落とした素晴らしい。さあいいのどき方かっきゅる先入れていく。さあリコーくん多分リコーくん。さああと1人なんで落ち着いてしないようにやる。いいですねいいですねいいですね。さあこれはもう突っ込んでいく。さあ終わった。さあ落ち着いていこう。さあこっちは全滅スタイル全滅で。さあアンチの移動の時間も1ある大丈夫ですね。さあディアーズこれはあと1人苦しい。さあこれ全滅。さあ CSP ポこれは切れるか。ハボックのパワーを見せるかちょっと打ち返された。さあグレがやばい吸われたグレイこれはホライゾンウルト一つでうわーホライゾンウルトゲーです。さあ3キル獲得メルタゲ選手。いやーやっぱウルトとグレなんですよこのゲーム。ホライゾンウルトホライゾンウルトで勝負が消してしまうアビリティゲーだ。さあ撃って相手の足止めしていく。さあこれ撃ち合ってるんでもう魚振って倒すだけ。お互い落ちてるのも分かってるか。えない。さあ一旦グレ投げていく。さあメルタゲ突っ込む。さあ弾の浜崎クラバ抜いた。さあ残りラスト。さあちょっと先のぞいてしまったんですがどうしよう。さあ一旦落ち着く。ログの把握できてたらあと相手2人じゃないか。そうですね。さあキースコール覗いていく。さあタンポポ深すぎた。さあ綿毛ナウ綿毛ナウ1人これは押されてしまうんじゃないか。さああと1人。さあアーマーの替えがない。さあ一旦固めて耐久そしてここで回復していく。さあドスコインパクトこちらかっきる。さあ玉の浜崎ちょっとクレバー狙ってしまってダメージ行き過ぎたわ。しかしこれはもうあと1人なんで突っ込んでいく。おおしかし返した。さあしかし人数差は覆せない。ドスコインパクトをチャンピオンと。さあエルスターこれ横通せそう。さあメルタグがいいポジションだった。さあこもってしまっている。さあ窓枠にちょっと乗られたら苦しい。あしかし1人ちょっと外にいるとこれはちょっと苦しいんじゃないか。あー当たらない。さあメルタゲ打てそう。さあそうせこれはやれチャンスあと一発さあこれはもうおいち。さあ2人あった。さあ後で切り。さあ奥がやばい。さあ縦に投げていくテレミットいいですね。さあこれはご両親だ。さあワンホッツ。さあ中をご両せばよし突っ込んでくるそのまま。さあミニファイアウォールハックあるんでこれ苦しいっすよ。さあこれも任せる。さあ一旦アーマー拾ってアーマーストップ。さあラスト。さあどうする何してるライトは。さあこれで足止め。
さあ、お魚天狗一旦回復してから登るか。ちょっと隙間があると思って登れたかもしんないけども、なかったと。うわぁ、あ、これは、やれたかったね。さあ、あ、下一人かもしんない。これチャンスですね。さあ、息できた。あー、ちょっと予想外だね、今の。まあ、屋上にいるし、多分これ、下から出て、ホライゾンでフワで浮いて屋上やり行こうっていう話し合いになったかな、おそらく。だからみんなこうやって一戦出てきたね。さあ、しかし、中の突っ込みよかったね。3対2できるから、突っ込んだね。体力も削れてるし。さあ、上から打ってチャンスできたら進めるか。さあ、一旦アクで、足止め。さあ、開始が50ダメージ。さあ、ハサミ切る。こちらはミーティア。ミーティアとスコイを挟んで、さあ、これはどうする、突っ込むか。ミーティア、ドーム入った。さあ、ダウンしていた。なんと、ダウンされていた。さあ、これはダウンから落としていく。さあ、パニック逃げるか。さあ、逃げた。逃げたが、メーカーも危ない。さあ、マスアップして。さあ、当たんない。さあ、ディアス全滅。よーっと、なんと、ミーティアが勝ったのか、今の。これ、ミーティアが勝ったのか、今の。なんと、勝ってしまった。さあ、ランパーとね、シーラ構えて、これは、威圧、圧かけていく。圧力が違う。さあ、リアルで一応アンチ入ってるね。耐久したいが、耐久できないところまで来てしまっている。おわーっと、さすがに車線が切り切れない。さあ、しかも炙りサーモンのシーラで溶かされてしまった。さあ、ミーちゃんこちらを索敵していく。ただこの壁が切れた瞬間、もうさすがに積みか。どうだ、ただミーちゃん移動必要なんで、その瞬間は隙ができる。さあ、炙りサーモン車を使っていく。さあ、 EMP でランパートのバリケード破壊して、これはとどめ刺しに行く。さあ、クロトン一人。さあ、テルミットミニファイヤーでいじめる。さあ、グレ投げて。さあ、これはもうリアルとしては狭すぎる。さあ、全滅。そうですね、ちょっとポジションがそもそも厳しかったっすね。さあ、ミーちゃん車線切りたい。ちょっと味方の方行かないと死ぬ、危ない。さあ、ランバト。さあ、これはグレを。おっと、うな重、うな重ゲンター、どこだ、うな重ゲンター。 R4 もグレバー目玉向き。さあ、一旦固めたいんですが、どうでしょう。ぬちゃぬちゃ。あーお。さあ、これは DC 有利かと思われたんですが、全滅しまった。さあ、こうなると一番有利なのは、あ、L 有利か。さあ、X サイズ。こちら前は、まあまあ近いですね。さあ、ただ一番近いのはミーティア。あっち一番近いのはミーティアですね。これは、全然あると思うわ。しかも空爆もあると。グレもある。EMP もある。EMP で、ワトソンのパイロン壊してからの空爆は刺さる。そしてアップデートによりクリプトの EMP で、味方のバリケード壊れなくなったんで、ランパートの。まあ、かなりいい感じですね。調整的には。ここで強化のいいとこ見れそうですね。さあ、LUD どっから攻める？さあ、一旦動かす。さあ、これ、おそらく、ウラジュが当てた。ウラジュクレーバー。さあ、残り2発、仕留められるか？さあ、空爆が降り注ぐ。ウラジュクレーバー来るか？ウラジュー！あーっと！外しまった！あと一発、しかし、グレ投げて相手の青コンの裏を、青コンの裏を、あーっと、ウラジュクレーバー外した。さあ、R45、当たっていない。さあ、ミーティア、当たってるぞ。さあ、先にミーティア落とした。さあ、3キル残ってる。3キルとか3人残ってるぞ。これ、ミーティア、だいぶ有利か？さあ、次、L ユリと X サイズがこれ近いので、近い同士当たってしまうんじゃないか？ただ、一応、カタリスのウルトで、右端取ることも可能。さあ、硬いすると吐きたい。吐きたいところだがどうでしょう。さあ、EMP で一旦足止め。さあ、端っこ取って。さあ、そうですね。右端取りましたね。さあ、ただ一人だけいる。ミーティア突っ込んできてる。さあ、先に当たってしまったので、X サイズが横だけか。うおーっと、X サイズ。横から覗いていた、なんと。さあ、空爆入れて、しかもドームで耐久だ。これは
うわー、うわー、クルマカ強すぎる。うわー、ミーティア圧倒的。さあこれは構成の勝ちみたいなところありますね。もう相手ドームに突っ込んで空爆避けながら戦うしかなかった。あと土佐川天狗分からしていく。さあただタノ返していく。さあただタノちゃんちょっとどうだ。さああるい、さあただ上空取ったのでどうだ、攻めるか。さあ2人固まったんで一旦2人で置きたい。さあタノは耐えるからね。タノは先行で仕込んでいく。さあ後ろ取っていく。いいですね。さあヘイト買って、タノがヘイト買わなきゃダメ。さあうまい、いいですね攻め方。体力ある人が今ヘイト買ったんでね、最初にいい攻めでしたね、ガチで。でメルタゲも報告してから今ブラハの位置なんで、タノが打ち合った後にタモちゃんが出るような形になれば完璧だったね。それをしっかりとやっていく。さすがです。さあミディアなんかすごい移動してると。あーやばい。さあ一旦家で、さあミーティアかなりかなりかなり苦しい。さあ一旦 MP 打つしかないっすね。うわーうまい。さあギリギリ間に合った。あ、壊された。さあカバーに入れてないお互いに。さあこれは移動が苦しかったっすね。さあただ裏銃ゲンタ右から来るぞ、大丈夫か。さあ一旦右の車線切るか。さあそうなら左から撃たれるんじゃないか、大丈夫か。もうちょっと左に立たないと苦しいんじゃないか、それは。さあスモークがあったんで切れた。危ない危ない危ない。おっと、なんだあれ、 X サイズか、見てか、上がんねえけども。さあ裏銃ゲンタ、さあ裏銃ゲンタ攻めていく、カバーに攻めていく。これは相手がちょっと車線切るのが遅れてしまった。さあどうすこい、全滅。さあ裏銃アンチ獲得、おいしい。さあ、サイルは、最強位はキープ。さあ、リアライズ、ちょっと苦しい、移動。いやー、いいグレだ。てか、当たるっす、今。ちょっと隙間があったか。さあ、しかし、ニューキャスなんで速攻こする。さあ、めちゃくちゃ固めてます。さあ、ただ、リピーターという玉持ちのいい武器なんで、盾壊されるのも時間の問題か。さあ、リアルズ今日一日通してかなり苦しい移動しかしてない。そうですね、狭いとこ入るんですが、やっぱり狭いところに打たれますね。さあ、粘る粘る粘る、ニューキャス粘る。さあ、もう、さあ、さあ、ピン出して、もう一回、蘇生それ。さあ、苦しい苦しい、リピーターが多すぎる、このゲーム。リピーター、チュンチュンゲーです。そう。さあ無理だこれは。さあこれはさすがにおいしい。さあリアルちょっと移動が。そうですね、玉落ちはいい武器、リピーターなんでね、もう無限に打てますね。ちょっと入キャス難しいか。まあそもそもポジションがちょっと苦しいですね。さあ最強位はまだ入っているスタイル、これはえぐいっすね。さあパイロン壊して、さあウラジュゲンタ撃たれてる。さあボルティスク、こちらはウラジュに仕掛けるか。誰だ相手は、 X サイズか。さあワッツォン、さあ TI だった。さあ TI 全滅。さあただまあランチ入ってませんね。これは裏銃に仕掛けるか。カタリストルトあるぞ。さあ車線切れば攻めていく。そうです。さあ一旦バッテリー巻いて立て直します。さあしっかり相手も抑えてくる。さあ空爆まで入れていく。さあここは光線必死。ないしない。おっとウラジュゲンタどこ行った。ウラジュゲンタここら辺まで引いている。さあボルテックスまだアンチ入ってないんで、これで、ね、撃たれますよ、遮蔽ない時に。だったらスモークで切っていく。さあ一応ウラジュ上の車線も切ってる。さあ上を上で撃っちゃってる。さあこれタイマー勝負だ。さあただ金スコア痛い。さあウラジュゲンタダーンと。さあ、語り取るとあるよ。とりあえず使うか。うわーっと、ボルテックス横から打っていった。うな重、ここで全滅。さあ、キンノック、しかし、上はスタイル。3人残ってるか。意外と、なんとかなってるか。おっと、ここで攻められなかった。さあ、ちょっと遅れしまった。立て直しができそう、ボルテックス。さあ、ただ、うわー、スタイルのウルト状況は2個溜まっている。対する、ボルテックスは、
バルキリルトのみ、ちょっと使えないですね。さあ、早々に攻めていく。固めて、浮いて、ウルトレ、グレ投げて、これはもう、とらめさしていく。そして、ハボックのスーパーパワーで、さあ、しかし、車線切りは結構うまい。さあ、これはさすがにもう、決まってしまいそう。さあ、スタイルが、ウィンド。はい、最終結果ですね。さあ、プレイアウトサイドが1位、66ポイントですね。さあ、スタイルが、57ポイントの2位と。さあ、ドスコインパクトが53ポイントの3位。さあ、CSP ポこちら52ポイントの4位。ミーティアが50ポイントの5位と、あといいか、こんな感じですね。はい。あ、登録